はい、今日も社長の仕事を始めていきます。今日はですね、夢の桁を1桁上げようということです。で、この桁というのは、あくまで比喩表現ですけれども、要は夢をですね、一回り大きくしましょうということですね。この夢というのは、自分自身の個人的な夢もありますし、皆さんの会社としての夢もあると思うんですけども、その両方において、1桁多く考えましょう、一回り多く考えましょうということですね。夢が大きければいいというのは、皆さんもなんとなく感覚ではわかると思うんですけれども、今日はその理由についてちょっとお話をしたいと思います。で、この夢が大きい方がいいというのにはですね、単に感覚的な話だけじゃなくてですね、結構現実的な理由があるんですよね。で、今日はちょっと3つほど挙げたいんですけれども、1つ目はですね、その夢を1桁大きくすることで仕事の基準が全然変わってくるということなんですね。例えばですね、日本一のレストランを作ろうと思っている、今言ってもしないんだけど、日本一のレストランを作ろうと思っている、お店とですね、地域一番のレストランを作ろうと思っているお店では、全然、料理の質もですね、顧客サービスの質も変わってくるわけですね。で、そうするとですね、現実的に言って、日本一目指しているお店の方が、繁盛するお店になるということですね。当然、料理も美味しいし、接客もいいということになるので、現実的に言って、地域一番のところよりも日本一のところに行こうって皆さんなるわけなんで、そういう仕事の基準がね、1個上がって、それがお客様から選ばれる理由になるというのが1つ、あります。で、2つ目はですね、いい人が集まると。いうことですね。なんとなくですね、お店をやってよりも、やっぱり、日本一目指そうってやってるお店の方が、やっぱりそういう志を持ってる、志に共感する人が入ってきますので、そういう人たちの力をもらえる、活用できるということなんですね。で、そうするとですね、さらに仕事の基準っていうのが上がって、そのお店の、なんていうかな、業績につながっていくということがあるのかなと思います。で、3つ目がですね、資金の使いどころが変わってくると、投資先が変わってくるということですね。なんとなくこうやってればいいやってお店と、日本一目指しているお店ではですね、全然お金の使い方が違うわけですよね。やっぱ日本一目指しているんであれば、例えば何かの研究開発に長期的にですね、お金を投資していったりとか、人の育成にお金を使ったりとかですね、なんかこう設備にお金を使ったり、そのために例えば銀行からお金を借りたいとかですね、投資家からお金を借りたりしてやってるわけなんですね。そういう店と、このエリアでなんとか食っていければいいって思ってるお店では、全然10年後には結果が変わってくるわけですよね。これ当たり前の話なんですよね。そういう意味でも、夢のサイズをですね、1桁上げて経営していった方が、いいということなんですよね。なので、夢を大きくした方がいいっていうのは、単純にこう精神論だけじゃなくてですね、それが現実的なこう世界で、大きな違いを生み出していくということなんですね。一方でですね、大きなことを目指すとリスクもありますよねっていう人もいると思うんですけれども、これに関してはですね、私の師匠の一人であるマイケル・ガーバーさんっていう人が、こんなことを言ってます。ドリームビッグ、シンクスモール、アクトイーブンスモーラーっていうことなんですけども、これどういうことかというと、ドリームビッグなんで、夢は大きく描きなさいと。で、シンクスモールっていうのは、シンクというのは計画したりとか、することなんですけど、だからその夢を大きく描いて、その計画はもう少し小さく考えなさいということなんですね。で、アクトイーブンスモーラーっていうのは、行動はより小さくやりなさいということなんですよね。なので、夢を大きく描きながらも、現実的な計画を立てて、日々の小さな仕事を着実にやっていきなさいという話なんですね。で、こういうふうに考えればですね、別にこう夢を大きく描くことで、なんかリスクがあるということではないと思うんですね。そういう意味で、今日のテーマ、夢を一桁あげましょうという話にもつながっているかなと思います。というわけで、今日は以上となります。